ん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今日も元気に、ファイナルファンタジー2を、攻略していきたいと思います。前回は、頼りないゴードン王子を鍛え直して、太陽の炎を手に入れたんだったよな。しかし、飛空船で迎えに来たヒルダ王女が、帝国の大戦艦に捕まってしまいました。フリオニールたちは、王女を救い出せるのか。そして、大戦艦を破壊できるのでしょうか。それでは、早速始めていきましょう。じゃあ、早速王女様を助けに行くわけだけど。確か、クインの北に大戦艦の補給基地があるとか言ってたよな。そうね。補給基地を目指して、北へ行ってみましょう。クイン城と、北の山脈を避けつつ、北西へ向かいます。クインの北って言うと、この辺だと思うんだけど。まさか、セミテの滝方面じゃないわよね。さすがに違うと思うけどな。もうちょっと進んでみましょうか。ここら辺から、敵が強くなってくるな。このマジシャンは、様々な魔法の本を落とすので、積極的に狙っていきたい敵ね。全体攻撃が痛いな。狙えるなら、優先的に倒したいわね。フリオやガイなら一撃みたいね。よし、いいぞ。撃破。よし、バーサクの本をゲットよ。バーサクはどんな魔法だっけ？直接攻撃の攻撃力を上げます。しかも、店売りは終盤の隠しショップだけという貴重品です。おお、それはラッキーだったな。入手場所から言っても、このマジシャンから入手しろってことだと思うわよ。マリアに覚えさせておきましょう。ずいぶん来たけど、ないなぁ。通り過ぎちゃったかしら？あ、いた。ずいぶん、遠かったな。ここで、しっかりセーブしておきましょう。何せ、我々は通行証を持っていないんですから。そういや、そうだったな。大丈夫か？大丈夫。きっと、多分。なんだ、お前たちは？怪しいものです。貴様ら、反乱軍だな。このキャプテンは、めっちゃ強いので、苦戦は必至です。困った時の、古代の剣。呪い状態にすれば、正気も見えてきます。ミスってるぞ。フリオニール、お前だけが頼りなんだ。さあ、雲行きが怪しくなってまいりました。フリオニール。3ターン目。呪いが発動してくれないわね。うわ、強え。4ターン目。力押しじゃあ。5ターン目。押し、呪い発動。古代の剣は命中率が低いので、装備を変更してますが、装備変更をすると、補助魔法の効果がなくなるそうです。こういう場合、どっちがいいんだろうな。回避アップのブリンクの効果もなくなるので、ちょっと考えどころですね。呪いを受けても、なお強いな。そろそろ倒れてくれー。8ターン目。
ゃ、やったー。なんとか勝利。きついわー。セーブしてこよ。帝国兵がうようよしている中、まずは、右にある階段から下に降ります。右の牢屋の宝箱を、隠し通路を通って獲得。お、隠し通路。隠し通路は今後、よく出てくるので、怪しいところは探してみましょう。宝箱の敵も、サクッと撃破しまして。今、手に入れた眠りの剣は、追加攻撃で眠りにする剣なので、クリオのサブウェポンとしておきます。で、ちょっと消耗が激しいので、一旦帰って出直そうと思います。弱点が、思いのほか強かったからな。で、さっきの大戦艦なんですが、カシュオン城から南下してもいけるんです。そうなのか？地球は丸いってことね。地球ではないけどな。そこで、ここからチョコボで移動します。その方が、消耗しないで済むもんな。まあ、今ならコテージも買えますが、節約癖が染みついちゃってね。うん、お金、大事。ここになんかあるんだよねー。ここは後回しだな。はい、到着。結構早かったな。今度は、ホールから上へ抜けて、右上の扉を目指します。階段を下へ。宝箱を回収しつつ、中央下の牢屋を目指します。敵をサクッと倒しまして、自爆に巻き込まれてんぞ。あ、王女だ。王女を救出すると、爆破するまで大戦艦から出られなくなってしまうので、十分余力を残した状態で来るようにしましょう。さあ、早く逃げましょう。俺は王女を連れ、先に飛空船のところへ行っている。エンジンを探して炎を投げ込め。爆発するぞ。すぐに飛び立てるようにしておくからな。もうこれで、エンジンのとこまで行くしかないな。覚悟を決めていきましょう。敵が強くなってきたな。こっちも鍛えてきたからね。負けないわよ。アンデッドは、強化したファイアでいそう。盲目になってるな。エスナがあれば大丈夫。エスナは、レベルによって回復できる状態が変わる魔法です。また、全体がけにした時や、戦闘中に使う時は、それより1レベル高くないといけません。最終的には戦闘中に石化が直せる、レベル6に育てたいところです。なお、戦闘中に使うと、失敗する可能性もあるぜ。最初のフロアに戻り、右下の階段から下の階へ。キャットウォークのような場所を通り、反対側の扉を目指します。階段から下へ。このフロアの右側には、宝箱が並んでいるので、いただいておきましょう。モンスターか。お、でかい。ヒルギガースは、弱点らしい弱点もなく、防御力も高い難敵よ。ということは？古代の剣に頼りましょう。優秀だな、古代軍。マジシャンは優先的に倒しましょう。ギガース、弱体化されても結構強いぞ。
眠りの剣も使ってたのか。こっちもなかなか命中しないのよね。やっと倒れてくれたか。巨人の兜は、重いですが、力が10アップするので振り鬼に装備させます。回避率は落ちるんだよな。落ちますね。その分、外には、王女がいたフロアで取った盗賊のコテを装備させています。盗賊のコテは、軽い上に素早さが10アップするので、その分、回避率も上がります。攻撃が集中する害を回避盾にして、振りをアタッカーにするわけだな。その目論見通りに行けばいいんだけどね。その後は、中央塔のようなところを登っていきましょう。ところどころ、帝国兵がいて道を塞いでいるな。こいつらは、戦って倒してもすぐ復活して消えてくれないので、避けて進む以外ありません。避けながら、中央のエンジンルームにたどり着きましょう。途中、マジシャンを倒したら、魔術の杖を手に入れました。これは？道具として使うと、敵全体にサンダー5の効果があります。お、使えそうじゃね？ただし、確率で壊れてしまうので、消耗品扱いですね。そんなうまい話はないか。さあ、いよいよエンジンルームよ。太陽の炎を投げ込むぞ。太陽の炎を、大戦艦のエンジンの中に投げ込んだ。これで勝ったと思うなよ。え、その声は、兄さん。何を言ってるんだ。さあ行くぞ。もうすぐ爆発する。シドの飛空船まで走るんだ。大戦艦はコスパ美人よ。ああ、でも、まさか、ダークナイトがレオンハルトだなんて。そうね、これまでに、何があったのかしらね。オープニングでやられた時は、同じくらいに弱かったのに、どうやって出世したんだ？そこは突っ込んではいけないところかしら。じゃあ、アジトに戻りましょう。王女様を助け出してくれたのに、王様が。王様が危ないのか？王様の元へ行ってみましょう。ゴードン、ミンウ、フリオニール、お前たちに頼みがある。ゴードン、たくましくなったな。お前には我が軍の指揮を取ってもらいたい。そして、ヒルダを助けてやってくれ。は、命を懸けて。ミンウ、世界の危機が訪れた時、アルテマの本の封印が解けるという。今がその時だと思うがどうだ？はい、封印を解きに行ってまいります。フリオニール、キストへ行ってくれ。キストの勇気師団は皆殺しにあったが、必ず生き残りがいるに違いない。飛竜と勇気師の力はぜひとも必要だ。皆が力を合わせれば、必ずや勝利の日が訪れよう。三人とも、頼んだぞ。娘を、ヒルダを頼む。陛下。こうして悲しんでいても仕方がない。行こう、それぞれの使命を果たすのだ。あれ、そういえば、ヒルダ王女はどうしたんだ？そうね、父親の最後に居合わせないなんてね。え、どうした、ヒルダ王女。まさか、壊れちゃったとか。おい、めったなこと言うなよ。今はそっとしておいてやろうぜ。そうね。皇帝がディストに攻め込んだ時、誰もがよくある小競り合いだと思った。だが、皇帝は、最初から勇騎士を皆殺しにするつもりだったんだ。勇騎士が出てきたわね。強そうだぞ。
龍騎士は、飛竜の言葉がわかるというが、人間に竜の言葉が理解できるのだろうか。飛竜か。リストに行けば、飛竜はまだいるかもしれない。飛竜がいれば大きな力になるだろう。トルムで、リストまで行ってくれる船を探してみるといい。次の目的地はリストね。ああ。はい、ということで、今回の動画はここまでです。大戦艦は爆破したけど、王様が亡くなってしまったな。せっかく助けた王女様も、なんだか様子がおかしいし。次はリストへ行って、竜騎士探しだな。そういや、ゴードンと別れたんだったわね。もう、ゴードンはいい。次は強い奴が仲間になるといいな。どうか知らねえ。それでは次回をお楽しみに。